久々の収録放送。本当だわ。では、うん、始めますね。はい。行きますね。どうぞ。はい。おはようございます。時刻は10時半を回りました。ハジチの戸締まりの時間です。MC は私ハジチと、はい、ミキサーのまなみです。はい。また今日もよろしくお願いします。で、この番組では、私の関わりのある方と、あとゲストの方で気になる方をお呼びして、おります。で、まあ、その中の方でお悩みとかもありましたら、ですね、お悩み相談かとかありましたら、うん、ちょっともしよければ、はい、はい、これも、はい、メッセージを送ってきてください。はい、私の答えられる範囲内で、はい、ご案内します。ご案内違うな、なんだ今日はで、メールアドレスは797@fmkinoan.com、また FM キノアンの方ではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM キノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。で、Twitter も連動しています。そしてスマホの場合は、あそこもツイートしてくださいね。で、そしてスマホの場合はアプリ、リスンラジオ、またはマイチューナラジオでお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノアンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらも合わせてお楽しみいただければなと思っております。どんどん、はい、はい、見てください。はい、よかったね。今日はでも収録放送なんですけど。そうなんですよ、はい、収録放送ね、久々のですね。うん、本当だ、うん、ちょっと生はい、でずっと来てて、ゲストさんもね多かったですね。はい、来ていただいてありがたいことに、うん、はい、そこでお話もねできたので、うん、よかったな。なんかゲストさんのこのちょっとお悩み相談もやるようになったじゃないですか。うん、ああ、そうでしたね。やってみてどうですか。ああ、なんか面白かったかも。ああ、こんな感じ。でも沈黙になるからね。一応浄化しないといけないからさ。うん、ね、いいのかな、ラジオで沈黙なんて、はい、とか思いながらも、ちょっとね、まあ、ドキドキ。はい、流してましたね。大きめにかけて。あ、そっかそっかそっか。うん、ああ、でしたね、はい。そういうやり方があったから、いや、よかったなと思って。うんうん。よかったです。本当です。ね、さすが、まなみさん。いやーい。私も見てて、うん、すごい、なんていうの、楽しいというか、はい、なんだろう、あ、こう、変わっていく姿というか、うんうんうん、はい、なんか、あ、すっきりしましたみたいな感じで最終的に なってたじゃないですか。はいはいはい。そういう意味で、おーって思いました。見てる感じがちょっと不思議な感じだけど、面白い、うん。そうなんだよね。不思議よね。なんか新しい本当にラジオの活用方法。はい、そうだね。生で浄化をするみたいな。どういう、なんか趣味なんだよみたいな。っていう感じなんですけどね。はい、はい、今日もお届けしていきたいと思います、うん、はい、まあ、収録の間も一応ツイキャスつけてるので、うん、それでもし、うん、ね、あ、そっか、お話なんかあったら、質問がある方がいたら、はい、ぜひ何かいただけたらと思います。思います、うん、はい、はい、そう、この何、え、1週間経ってるのもね、1週間経ってますね、うん、何があったんだろうさっき何があったかなって思いながらでも思ってたんだけど、イベント、はい、週末はね、イベントの方にちょっと出たりとかしてて、うん、うん、みたいな感じかな。イベント出るのも、うん、
多いですか。ああ、そうでもない、まあ、そうでもないかもしれないけど、今月は連続で2週連続ぐらいの形で出てる感じですかね。うん、うん、土曜日は打ち止まりの公民館の方で、はい、だったりとか、花ステーションっていう、はい、イベントだったんですけど、で昨日は大人の文化祭って言って、うん、ね、昨日の方の、はい、トニーちゃんなんかがいろいろ出たりとかしてて、うん、ね、一緒に、はい、ハロウィンだからね、仮装したから、そうそうそう、あのインスタで私も見てたんですけど、うん、みんな仮装して、うん、楽しそうな、うんうん、楽しかったですね、うん、あ、いいなって思って、うんうん、私は、はい、あの、なんだあれ、お兄ちゃんの服ってなんだあれ、あの課長さん、なんですかね、角か、角、角ですね、そう、デビルみたいな、デビルみたいな、そうそうそう、あれよ、ちょっとお借りしたんですが、やってましたね、ですもんね、FM 木の朝の方もまた来週でしたっけ、あ、そうそう、はい、ハロウィンウィークがやってきます、うん、はい、じゃその時に私も同じのでいいですか、うん、あ、いいですよ、あの鬼、鬼じゃない、また角、はい、借りたんだよね、あ、そうですね、また、また借りてこようかな、もう少し、もしクオリティをちょっと高めにしたら、うん、あの、いいねがたくさんもらえて、うん、いいねがたくさんもらえた人には、豪華景品を用意してるんですよ。うん、マジか。豪華景品やべやべ。どんなするの？ちょっと確定するんですけど、うん、うん、多分結構いいのが当たると思います。うん、なので、やった方がいいのか。なんか、で、ちょっと、いや、ちょっと熱を、まあ、ぜひ楽しんでもらえたら一番いいかなと思うので、うんうん、なかなか仮装する機会もそういうイベントとか、はい、じゃないとないじゃないですか、そうですね、うん、だから、ね、せっかくラジオの機会で皆さん楽しんでもらえたらなと思ってます、はい、あ、でも、うん、そうですよね、うん、うんうん、それは確かにある、うん、じゃないとな、できないしな、いや、わかんない。やってるかもしれないね、はい、でもね。うん、あ、もうそんな感じだな。そっか、うん。イベントもあって。はい。うん、で、なんか、あの、占いバーも。あ、そうでしたね。あ、 ありがとうございます。はい。交流みたいな、なんていうんですか。はい、そうですね。全集合。うん、初めて、はい、そう、あの、エールさんの方ね。あ、CM をさせていただきましたね、私ね。そうそう貴重な体験、ありがとう。私も車の中で、うん、聞いてた。聞いて、たまにな、あの、流れてたんですか、あの、車乗ってるタイミングで流れることが結構あって。ええー。そう。あ、そうだったんだ。おうさー、マジか、聞きたかったな。で生で。でも今日、うん、いつまで流れてるかな。うん、今月いっぱいとか終わる。うん、来てたらいいですね。そうですよね、うん。ラジオ大事だからな。大事だよね。うん、分からんけど。なんでこの分からんけどって言った。なったもん、本当に。まあ、そんなエールさんで、うん。はい、エールさんで全員集合していただいて、うん、毎週、各週ね、あの、セラピストさんがいらっしゃるので、はい、一度ぐらいはちょっと集まりたいということで、うん、はい、オーナーさんちょっとお話しして、はい、集まったのがこの土曜日。うん、だからそうなんで、お昼、イベントがあって、また夜もイベントみたいな。そう、はしごして。そうだった。イベントのはしご。だからよ、イベントのはしごってよ。大変でしたね。うん、ちょっとね。やったーと思いながら。だから帰るとき夜中ね、12時ぐらいだから、うん、目がもう、なんかもう、デジヤバいわけ。デジヤバいわけ。車ますから。車すから。まあ、車はね、ついてるからね、いいんだけどね。はい、うん、そのまま見くくしてからね、そのまま。帰ってきた。危ねえ、危ねえ。でもあったんだけども。うん、楽しかった。あ、楽しかったっていうか、ちょっとそうだね。あ、ちゃんと話できなかったんですよ。私、ちょっとありがたいこと、お客様が来られてて。そうなんです。セッションしてて。はい、だったので、ちゃんと、あの、お話ができなかったから。うん、ね、また機会を作ってね、お話しましょうって、さっきインスタあげてました。みんな違う種類、なんていうんですか、そう、ま、うん、みたいです。占いとは言っても、はい、うん、うん、マヤ歴と。マヤ歴。あと、何だったかな。やばいやばい。私は知ってるのはロビンソンさん。なるほど。ロビンソンさんはカードなんです。カードだった、カードだった。あとで、あ、いけ、名前なんだ。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃったな。
と一緒にね。はい、でも、うん、そんないろんな人が集まって、やって。はいはい、やって、うん。そうそうそう。本当にいたから。うんうん。ね、なかなかない機会だからね。うん、またね、集まった時は、また、ね、皆さんの方も、ぜひ来て、セッションを受けてみてください。うん、はい。そう、私ノンアル飲みながらセッションした。それもなんか良かった、うん。それもファスティング中なんだよ。あ、行っちゃった。そうなんですか。うん。行っちゃった。隠してたね。隠して内密だったんだけどね。行っちゃった。行っちゃってる、行っちゃってる。そうそう。そうだったんだよね。じゃあ、もう、じゃあ、いつもは、うん、まあ、占い場とはいえ、うんうん、実さんは、うん、まあ、もちろん、ノンアルでも飲まない感じだったんですか、うん、はい。そうでした、そうでした。終わった後に飲むみたいな、一応はね、うん。で、来られてた方が、そう、ちょうど私のこと知ってるお客様だったので、で、ちょうどなんかノンアルのカクテル注文したんですよ。はい、あ、私もいいですかみたいな。ちょっとそれで、ノンアルコール、うん、ビールお願いします。みたいな。はい。という形で、そこで、そう、そう、それでそう、あの注文できたんか。そうだった、そうだった。はいはいはい。以上はね。はい、以上はね。建前上申し訳ないけど、うん、はい、あ、でもいいですね、なんかお互い、うん、飲みながら ね、うん、そうそう、飲みながらやるっていうのもなかなか、はい、うん、だからちょっと嬉しくなって、うん、インスタ投げちゃった、はい、嬉しくなって、嬉しそう、嬉しさよ、うん、そう、ノーマルでセッションみたいな、はい、という形でやりましたよ。充実してましたね。そうですね、そう言われると本当だ、うん、うん、週末、昨日も終わって、イベント終わって、飲みに行ったし、うん、久しぶりに飲みに行きましたね、ファスティング中なので。また。お前、これファスティングって言うんか、これ。だからよ。たくさんありますね。本当ですね。また出てくるんじゃん。で、こういう話してたら、どんどん。暴露、でも、全然ファスティングじゃないという。うやっていそう、うん、うん、ということですよ、本当に、はい、そんな感じでやってみたかな、うんうん、ちなみに今後もまたイベントの予定は、うん、あります、あります、来週、そうでした、そう、ね、何だったんだっけ、あ、いろいろラブ&ライトジャパンってイン沖縄っていうところがあって、うるま市の方にゆらてくっていうところらしいんですけど、うるま市結構なんかイベントやりますね、なんか最近よくいろんな人から聞く気がします、うん、うるま市で、うん、あ、そうなんだ、そう、そこが土曜日の方で、26日の土曜日、うん、でそして27日の日曜日、また場所が変わるんですよね、同じ、うん、あのイベントなんですけど、はい、でそれが浜中、ハマチュ、今聞いた、ハマチュ、よくわかんない、ハマチュ、当たってるね、ハマヒガ、ハマチュ、お店、まあ会場があるんですね、あ、ハマヒガで、そう、ハマヒガで、はい、なんかそれもそれでちょっとすごいですね、うんうん、なんかパワーが、あ、そうだね。全然考えてなかった。あ、そう。今、ハマチュって名前でしたね。そうそう。ハマチュって名前が。ちょっとヒットしたね。面白い。だからね。今聞きたかったも面白かったね。ハマチュ、お店の名前聞いた。会場。違う、会場だ。あれ、そうだね。うん、商店街に、はい、うん、っていうことと、すごい各地でじゃあ、そうですね、うん、やる、そうなんです、またあの私のフェスの方もあって、あ、8日のフェスが早い早い、11月4日、はい、もう来る、うん、来たりとかするので、前やったのが8月でしたよね、うん、8月でしたね、はい、あれか3ヶ月経ってるんですね、今年最後の8時フェスです。はい。じゃあぜひ。ぜひです。行かなくては。行かなくては。もう今年の浄化は今年のうちに。あ、いいですね。
持ち越ししません。持ち越さない。ああ、いいですね。持ち越さない。今年のものは、うん、今年のうちに。うん、どういいそう、案内をね、今までしてたんだけども、はい、私の方も、松也さん、ね、こんな形やってますよ、とか、お客さんの方とかを、もうしない。もうしない。それはまた何でですか？私も出ることにしました。すごい。ね、私もフェスだし。はい、うんうんうん、あ、そう、確かに。主人公が。主人公そうそうそう、あんなに。うん、もうね、そうそう、私も出ます。はい。はい、じゃあ、葉月さんにもセッションしてもらえる。うん。ですね。はい。でござる。でござる。よくかぜひ、じゃあ、今年の最後のハジチフェス。はい。今年のうちにね。今年のうちに。はい。浄化をしましょう。はい。はい、じゃあ、そんな話も、また後でね、うん、あの最後にまた告知もしてもらいながら。そうですね。ここで一曲お届けしましょうか。はいはいはい、曲紹介をお願いしてもらっていいですか。そうですね。ハートですね。ハートのアローンです。はい、お願いします。あ、でもなんだかんだあと10分。何分？あと10分。早い。早い早い。なんだかんだ言うのが本当だ。早いね。早いね。ここで、はい。なんか見えます？見えます。どうやった？はいですか？これで見えます？これでいいね。ありがとう。いい、そう、インスタメイトさん、わかんなかったかな。今年のジャック、今年のうちにはめっちゃ面白い。よかった。なんかあの、うん、この前、うん、なんか知り合いと話してた時に、うん、なんか土地の浄化の話になって、うんうんうん、なんか、なんていうかな、屋敷湯岩。やらないと何だよみたいなことを言われて、うんうん、でその人はお店を持っててお店を毎年一回やってるみたいな、うん、でやっぱなんかああいうもうなんか常に一回ちゃんとやった方がいいよみたいな言ってたんですよ、うん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 、やっぱりちょっと土地もあれをした方がいい、やった方がいいですね、うん、もうね人の感情がもう染み込んでいくので土地の中に入っていく、人の出入りが多ければ多いほどみたいな話があるじゃないですか、っていうのその人から聞いて、ああ、そうなんだよ。だから全部ね染み込んでいっちゃうからね、うん。アパートの方もそうだよね。やったって、うん、いろんな人がほら、うん、そこに住んだりとかするわけだから、うん、やっぱちょっとそこら辺はね、うん、結構すごいかな。うん、大事だと思う、染み込んでいく、大事だと思う。そうなんです。だから、ね、今年の今年の浄化は、それを思い出してます大事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 、そうなんだよね、うん、土地ね、そういうのもやってるんですか、うん、土地の浄化もしてる、うんうん、依頼があったね、うん、主にどういうところやってる、ああ、普通の一般の住宅とか店舗、はい、あのあお客さん、クライアントさんのお店だったりとか、うん、あと市営住宅とかもやってちゃった、うん、でもやっぱ人の出入りがあったりするところだからね、人やったんだけどさ、うん、やっぱりね、いろんな方のものが趣味を持っていくから、うん、またやらないといけない、ね、やらない限りはずっと残っちゃうみたいな、そうだよね、うん、残っちゃう、どん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 、うん、あと40秒で終わります、曲が、アローン、できますね、うん、はい、ハードのアロンです、はい、はい。
はい、お届けしました。好きなんです。好きですね。この曲好きですね。カラオケもムーニーでよく歌ってる。ごめんね、いつもムーニーでけど、はい、もう慣れてきたね。はじつさんといえば。ムーニー。本当によ。ですです。そうなんだ。そう。で、あれ思い出した。そう、ちょうどね、お客さんから連絡が来てて、昨日のセッションして、昨日セッションしてのお客さん、旦那さんとの、もうずっと喧嘩でいざこざちょやってて、本当今後どうしたらいいんだろうってものすごく悩んでた方なんですけど、やったから、そう、返事が来てて、旦那さんがいつも喧嘩してたんですよ。はい、だけど、旦那が帰ってきて、ずっと機嫌が良くて、もうずっと笑顔でおしゃべりしてたって。そう、それに対して、本当すごくありがとうございますって、本当にありがとうございましたって、またなんか、ね、言ってきてるのがありましたね。実際にじゃあ、セッション受けた後に、そういう変化が。はい、その帰った後か、そのセッション後、昨日の夜、帰ってくるか、夜とか、夕方でしょうね。そういうふうな形を知ってたって、話してたって言って、おお、これ見てまた。嬉しいなと思ってね。そう、これも紹介していいって言ってたから、そういえば、インスタとか投げてもいいって言ってたので、はい、そう、これをちょっと結構こうやってやっぱその反響みたいなのっていただくんですか、そういうメッセージとかで、はい、こう変わりましたみたいな、いただいたりとかしますね。やっぱちょっと自分が変わったか、わーってなんかね、びっくりして、この環境が状況が変わったりとかして、やっぱ嬉しくなるじゃないですか。それに対して、そう、あの、いただいたりとかしますね。ありがたいな。ね、ありがたいですね。で、こう見たら、私も頑張ろう、また。イベントの間は、もうじゃ結構な人見たんですか？そうですね。朝からずっと見てた。パーって、パーって来て、来ていらっしゃってたので、そう、なかなかそう、だから予約も入ってたりとかしたので、放送できなくて、いろんな人にこうやるじゃないですか。で、やっぱ自分もなんかごちゃごちゃしたりします。なんかいろんな人に、それはないです。それはないですね。そういうのはなくて、ちょっと自分のメンテは自分でやるので、はい、じゃないと人のことは見れないから、そう、自分のことちゃんとやらないとね。っていう感じかな。そうそう、そんなのもあとまた、ね、浄化するかし、また自分の内側が全部、はい、引き寄せてるので、そういったところとか見ていくっていう感じかな。じゃあ常にメンテはしてる。常にではないけれども、これも同じような感じ、お客さんと一緒、言葉があった時に、わあ、切った、みたいな。で、内側の方をちょっと見ていって、なんか進める感じ。やっていったら、ああ、こういうふうな感じのものがあるのね、あるある、まあ、まだあるかとかね、もう嫌になっちゃう、またかよ、もう、前みたいな。で、それを、まあ、そう、浄化をする。となると、またね、気持ちが楽になるから。っていうところの繰り返しだね。そう、とにかく。自分のメンテも自分のうちに、あ、違う違う、間違った。今、さっきのまとめてやろうと思ったら全然合わなかったね。今年の汚れ、今年の汚れ、ずっとうちに。皆さんも今年のうちに浄化してみてはいかがでしょうか。はい、本当ですね、いかがでしょうか。確かにそこきれいにしてから、年越したいですよね。そうですよね。やっぱりどうせ。ね、するのはね、まあ、もやもやの方も大事ではあるんだけどね、ちゃんと自分のことを教えてくれる、何教えてくれるなんて出事として教えてくれてるわけだからね、だからすごく大事なことなんだけどね、でもやっぱり持ってるとね、やっぱり嫌だからね、引っ張られちゃいますよね、なんかそこにね、やっぱそこはき、そう、綺麗にして年は越したいですね。はい、お掃除です、ね。お掃除ですね。年末お掃除。いいな。はい、気持ちがいい。いいんじゃないですか。いいですね。みんな多分これから年末に向かっていろいろ
綺麗にしていく。そうですよ、増えてくるからね。ちょうどいいですね。うん、はい、あの、で、どうですか、うん、本当ですよ、うん。あの、もしよかったら、はい、私、体のメンテもしますので、うん、はい。だった。なんであんた、なんであんた自分で言っときながら。はい、すっきりしたい方はね、うん、心身ともにすっきりしたい方は、ね、はじちまで、はい、はい、ご連絡ください。はい、インスタとか、うん。インスタね、はじち1122。なんでいい夫婦なんだろうかと思うぐらい。これは特に意味はないんです。全然意味ない。なんか、インスタ立ち上げたときに、はい、1122がものすごく目について、なんでこう1122って、あの時もいい夫婦なんて分からなかったんですよ。はい、そんな時から、うん、分からなくて、はい、まあでもインスタの後ろに、ね、数字入れたいからこれやろうかと思って、うん、はい、ただそれだけ、いい夫婦、あ、いい夫婦だけでも恥ずかしいと思いながらと思ったけど、そのまんま結局ね、はじちの意味の方も、はい、あの、あ、家族にな、ね、うん、あの、なる、あ、家族を持つっていう意味合いもあって、そのおばあの思いがあるから、はい、うん、なんかあそこはまあいい夫婦いいんじゃないかなって思って、うん、なんていい夫婦で調べてみてください。そうですね、そう、いい夫婦で、あと30分、はい、いい夫婦でお客さんの方も来てたんだよ、はい、1122をそっち 見てるって言って、最近マスターがインスタを見たら、はじさんの1122ってなってるって、どういうことですかって言って来てる方がいた。そう、セッション、これは多分セッションを受けなさいだろうと思って来ましたっていう方が、すごい昨日いらっしゃいましたね。あ、ちょっとその数字の話も今度聞きたいです。うん、1122この話ね。じゃあ来週また、はい、お会いしましょう。1122でした。1122でした。1122でした。よくわかんない。ありがとうございます。ありがとうございます。もう楽しかった。大丈夫でしたか？うん、大丈夫だった。さすがまなみさんだと思った。なんか、数字よく見るってあるじゃないですか。うんうん、あ、そうそう、あ、それもなんか意味あるんだって今の話聞いて、うん、だからその1122よく見るんですけど。